テイルにさ。みなです。ひろです。まんちゃです。力士が土俵で塩を巻くのは土俵にいる邪気を払うためのロックダンスチャンネルです。安全第一。本日の動画は NCT127 ファクトチェックミュージックビデオです。やっぽいやっぽいバギージーンズやっぽいそこなの切り取るのそこなの、うん、バギージーンズ。そうそうそう。今回は入り散るの新曲ファクトチェックというところで、ああとうとうコメント欄に書かれなくなったよ。あ、そうそう。何が上がりましたよ、見てくださいって言っても何か上がるたびに書かれたのが一件も来なくなって、はい、どうせ見るだろう、どうせ見るだろうか、みんないなくなったか。悲しい。いなくなった。悲しい。戦車だと信じたい。そうなんですね。だいたい新曲上がったら毎回新曲上がったんで見てくださいってコメントが結構殺到するんですけれど、今回入り散るのファクトチェックに関しては一件もコメントがなくて、ということはこれはもういなくなったか、いなくなったかもう言わなくてもどうせこいつら見るだろうという安心感なのか、ちょっとね今回そういう背景もあったんですけど、まんちゃんそのファクトをチェックしたいですね。あ、勉強してきたんかお前は。それな、勉強してきたん君は。ジェヒョン。ジェヒョン。名前だけ言われても。ジェヒョン。おお。あ、ジェヒョンは同い年だもんな。あ、そうですね。10月とかしてた。確かに。違う、別に。ごめん、ごめん。月まで。ごめん。勉強しすぎたか、こりゃ。おなるほど。入り散るね。俺ら、あ、ちなみにライブの動画見た？俺らの感想会。ちょこっとだけ。ちょこっとだけ。ちょっとだけ。ちょっと流し見してました。流し見した。あ、そう。まあ分からんかった。まあでもそれ踏まえてね、ちょっと勉強したってことだね。そうですね。覚えた。ちょこっとだけ。ちょっと。まあ、勉強中だけど、ちょっと勉強した。素晴らしい。はい、いや、待ちに待った127のカムマだった。127。127のカムマってことが大事。NCT のカムマじゃなくて、127のカムマが。本当っすね。めっちゃ楽しみですね。ああ、最良しだから、最良し。最良し。最良しだから。まあ、初見はもう無理だ。初見はもうできなくなってしまった。もう出た瞬間見てる。昨日1時になった瞬間音源聞いたし、3時になった瞬間 MV 見たし。もう音源公開の方からもう。あ、そうそうそう。だから昨日のリリースライブも見たし。全部見てる。全部見たし。全部見た。全部見たし。全部見てる。そうそうそう。パフォーマンスも見ちゃったし。全部見てる。全部見ました。初見のリアクションくださいってコメントでも来てました。ああ、無理ですね、それ。無理です。こういうチャンネルでないけどな、もう見まくった目で見る。なんかね、それはね、ひどいと思う。だって、みんなは見れてんのに、なんで俺は見れないのってなって。いや、そういう企画やってますから。なるほど。あんなに初期の頃はお手柔らかにとか言ってたのに。もうお手をゴリゴリに固くしてもらって全然大丈夫。固くしてもらって。固くしてもらって全然大丈夫。これチャンネルないけど、見まくった上でっていう。なんかこの成長も楽しいだし、初期一番最初にやったユニバースからの成長具合。いや本当にジェノが後ろに行くことなんて全く知らなかった。そうそうそう。ユニバースでジェノが後ろにギャー後ろに行くことは知らなかった。知らなかったからな。まあもしよろしければね、昔の動画から見ていただければ。キックイットの時テオンだって、わべこの人かっこいい。レベル低いな。気持ちやな。やべうめえかっけ。全然違うからのね、まあちょっとね、また違ったね、濃密な、濃密なね、もうめちゃくちゃ知った上での、見た上でのファクトチェック、いきましょうか、改めて見ていきたいと思います。まずこう、頭がネオ、もう宇宙人、頭がネオ、NCT も宇宙進出ですか、宇宙進出です、ネオカルチャー、ネオカルチャー、いきます。ギラギラしてる。どうした？ちょっと待って。今回はすごい。Go。ああ、ジャニー。Go。ジャニーね。ジャニー、ジャニーの Go。いやー、やっぱり先頭バッターは。
まくてよからのやっぱりてよ。やっぱりてよ。やっぱこのいつぞやでも言ったやっぱりこの楽曲の切り口 A メロのファーストパートはやっぱりこう世界観を作る重要なパートだから、はい、低音出てくるよね。まあ一番最初開口一番は幕だけど、まあまあ楽曲の、はいはい、メロディーの入り口やっぱここがやっぱりねかっこいいところで、やっぱこう後に引かない俺から行くみたいなスタンスが好き。やっぱ最初は、うん、そう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 、このやっぱこのラップにかけ、かぶせてくる幕、うん、やっぱテオに続く幕なんだけど、はいはいはい、この幕にのやっぱジャニーのアフターフォロー、うん、安心感あるよね、やっぱり、うん、やっぱこう、なんだろう、野球でいうこう超あのもう守備範囲の広い外野、サッカーでいうセンターバックみたいな、はいはいはい、うん、がっつりとしてやっぱこの安定感、お父さん感がやっぱいいよ。このバックフォロー完璧だと思う。幕を最大限に生かす、うん、より厚みを出すジャン、この立ち回りが神。うわで、このギラギラに負けない幕いや、そうすごい。この衣装、この衣装に負けない幕よね。この衣装、ヤギ。そして、なぜヤギを持っている幕とヤギ。どういう世界か。おー、満員電車ジェヒョン、やっぱプラダだわ。やっぱプラダ、プラダ、やっぱプラダ、プラダだわ。プラダだわ、やっぱり。黒髪ジェヒョンやっぱ大好き、大好きやっぱり。ジェヒョンいいな。イケメン、ああイケメン好きだもんね。来ちゃった。出た出た出た。メンクイマン。ジェヒョンが来ちゃった。ミンギュも97だし、ジェヒョンも97だし。同級生のイケメン好きだな。確かに。友達になろうかな。なるか。なってたまるか。ケビン、ジェヒョン180あるから。ああ、ダメだ。眼中にも収まらない。視界に入んない。あれ、まあ、まあ。15センチ眼界。15センチ差か。マジイケベン。かっこよ。美しいな。ここで、ヘッチ。どっち？すごい。おお、飛び降りた。おお、完璧なとこで止められた。まあまあもう見てますから。見てますから。タイミングが。ダメダメダメ。いや、いいね。やっぱこの歌パートに入ってきた時のやっぱこうガラッとこう雰囲気変わるよね。はい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 、やっぱりそのラップ勢、ラップ勢っていうかそのまあテオマークを筆頭にしたまあジャニー。ユータは割とどっちもサポート入るって感じ、うん、ジャニーもいけるけど、まあ、ジャニーどっちかって言ったらラップよりかな、うん、でこうジェヒョンにこうガサランとガランと B で歌パートに入った時のやっぱその4人、はいはい、4人ジェヒョン、ドヨン、ドジェジョンとヘチか、うん、やっぱここの織りなすハーモニーまあ重なってないけどやっぱここの連動性がすごくいいよね。ジェからのスパイダーマンヘッチ、低音ジェからのやっぱ高音ヘッチのコントラストがやっぱね、はいはいはい、くよね、うん、で締めるメボドヨチドヨチサビッ、うわぁへそ出しちゃってる。はい、足技がいいですね。ね、あれね、ゲットアギターではあのステップ入ってるけど、ゲットアギターよりもこうちょっと上に、うん、ドロップがこう割と強い、ちょっとアップライトな、ああ、ガッツリこうっていうかな、ワイドスタンスでこう広くこっちで差してるから、ちょっとアップライトに落とす38目から。ここがね、やっぱりシンプルにかっこいい。いや、チェックで。ここやばいやっぱり。顔落としてこれがかっこいい。顔の持っていき方やっぱね、ライブの時からそうだけどね、やっぱね、
手をそうですね、噛みすぎる。このカメラ、この髪色いいな、似合う。ああ、銀テヨンね、ネーションも銀テヨンだったよ。銀テヨンいいな。銀テヨンやばい。銀テヨンやばいよ。ああ、ヘッジ、これはね、このヘッジの、はい、待って、じゃあね、はい。リアコ爆発。爆発リアコは爆発しております。リアコ爆発、これヘッチのリアコ勢は爆発しております。爆発しております。はい、このじとめじとめヘッチ、じとめじとめヘッチはリアコ大爆発でございます。これはかっこいいわ。これかっこいいわ。これはかっこいいわ。これ持ってかれるな。これはかっこいいですね。いいね。このあと NCT もそうなんだけど、やっぱこのね、この衣装色味だけこう揃えて、こうアイテムがこう個々の良さが引き出す衣装っていうのがやっぱね、いいよね。でここでテイルさんが満を持して出てくるんだけど、まあ今回ね、あの怪我で、そのヘリの中のあれなんだけど、一番キー高いところはやっぱりテイルさん行くな、チェケラーチェケラーって、そ高すぎるでしょ、高すぎるでしょ。高音なんだね、テイルさん。そう、マックス、マックス、マックスが出せる。ドヨンさんとテイルさんがメンだったら、いや、どうすか、ね、多分ね、どっちも同じ音域出るんじゃない。でも多分テイルさんがマックスなのかな、ダブルコーンか。そう、なるほど、ね、多分2人とも F5 まで出せるはず。うわ、 F5 かな、多分その一番、はいはいはい、とかっていうのが出るのが多分2人が出せる、なるほどね。ネーションで見れなかったから、そう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 、あ、骨折してたから、そうそうそう、来れなくて、そうそう、 MV でも見れるの、ね、そう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 、チャンピオン、チャンピオン、おお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 お、満を持してからね、このタイミングで。いや、もうロックスターよ。ロックスターというかさ、ロックスターよ。なんかね、最近のなんかそのインタビュー系のネーションのやつかな、うん、あれだ、目覚ましのやつ、あ、はいはい、で、なんかユータはどういう感じなんですかって言ったら、はいはい、いや、もうロックですとかみんなに、テヨンかジェヨンが、いや、ロックですユータヘヨンはね、ロックですとかね、もうこのロックスピリットがみたいな、ロックスピリットがかっこいい、そう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 、ロックスピリットがやばいみたいな。でもユータはバックボーンやっぱハイドだから、ハイドですからね、やっぱラルクアンシエルがありますから、後ろラルクアンシエルがあるからあるから後ろに、いや、どんどんなんか覇王色が強くなってくるな。いや、すごいよね、純粋にさ、に日本人でまずここにいることがすごいし、 SM の NCT にいることがすごいし、このこれに負けないユータ、マクのスパンコールもそうだけど、この衣装もうこうチクチクがまず耐えられないもん、絶対このチク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 が耐えられないもん、気になるけど確かに本気ではやっぱこのチクチクが耐えられないから、チクが耐えられない、そうそうそう、この赤髪にも負けないし、いや、いいな、赤ユータめっちゃ似合うよね、やっぱ炎タイプじゃん、炎タイプ、炎タイプ、炎タイプじゃん、炎タイプ、ユータはもう完全にテラスタルしてもいや、急に深くなってきたから、タイプ1、タイプ1、タイプ1、またポケモントーク、ポケモントークポケモントークやらないな、もうだからユータがテラスしてもここにあのロウソクのこうボーンキャンドルが、キャンドルがやっぱ立つから分からんから、ここやってない人オーガポンの顔でかいやつ広げんな、広げんな、そう、かまどの、かまどの仮面をかぶったユータ広げんな、広げんな、いやでもいい、いい、ここかっけえなと思って、だだだだだだだ、チェッチャー、なんや、うーちゃん、やっぱうーちゃんね、ビジュ良すぎでしょ、つるつるや、これこのなパーツのさ、よく点数かってからさ、ランク付けするやつあるじゃん、マイナスないじゃん確かに、B も C もないやだって S まみれ、 S まみれじゃん、 S まみれ、 S まみれ、おでこ上げてるからよりわかんだよね、めっちゃ似合うな。めっちゃ似合うな。なんかうーちゃんスタイルもいいしさ、うん、なんかそのスーツとかさ、ガチッとしたのもあるし、うん、マッシュも似合うし、上げて聞こえヒップホップのガチガチの人は負けないからさ、いや、すごい、美女良すぎでしょ、みたいな。いいですね、でも、なんでも似合う。なんでも似合う。
でもめっちゃ変人だけどね、めっちゃうまいねんけど食ってみるってこれだけめっちゃ流暢だよ、めっちゃうまいねんけど食ってみるってこの日本語だけめっちゃ流暢、そうめっちゃうまいねんけど食ってみるって関西弁なんだ、まあ、ゆうたがね関西人だ、あーなるほどね、ゆうたゆうたゆうた大好きゆうた、大好きゆうた、ゆうたさらんだ、ゆうた好きやから、うん、おーイエーイ、ロックスピリットがまたロックスピリットが佐藤健かと思ったこれはロックスピリット、やば、いやこれ上げてピンバチ止めしたらもうロックスピリットでしょこのアームタトゥーいいよね、アームタトゥー、いやいやこれ言うと俺誇りに思うわやっぱり誇りに思うここにいるだけでもすごいな、ここでな存在感めちゃめちゃ放ってくるユータがやっぱやばいね、やばいわ、あーじゃんいいね、おーい、このなんだろうな、まず道路を封鎖した段階で織田裕二歓喜、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 封鎖できましたできましたNCT ならではならでは、まずここが俺はもう金かかってるなっていう、ほら S クラスの時もやっぱめちゃめちゃ封鎖しまくったじゃん、そうジャックしまくったじゃん、マッチをジャックしまくったじゃん、封鎖したなと思って、そっか、これ舞台東京か、違う、全然ソウルでしょ、これソウル、いや、お前本当にレインボーブリッジ好きで引っ張られとるやん、騙されたソウルかプサンじゃないの、うん、絶対ソウルでしょ、そうか、であとこのジャニーのこの衣装好き、はい、ワークシャツ、ワークシャツ、ちょっと丈の短めのね、うん、いやここ似合うな、ジャニーいいな、やっぱりすごいな、すっごいな、かっこいいな、かっこいいな、ジャニーのいいな、いいよね、このはこのルーティーンもすごくユータ、ジャニーで男、うん、男からの、はいはい、確かに、はいはい、ヘチが一番高音で聞かしてくる、はいはい、あこれもリアコ爆発です、リアコ爆発です、リアコ伴奏コ爆発です、そう伴奏コやんちゃヘチやんちゃヘチやんちゃヘチ、おー舞台が変わった、大好き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 、シンプル大好き、ドンヨンはねやっぱねこのねギャップがいいよね、普段のやっぱこのねドンヨンって言ってる時のドヨンとやっぱこの、はい、パフォーマンス時のこの眼光が切り替わる、すごい鋭いね、すごいな、ドルガバでもこの眼光出ないからねNCT の時にしか見れないからねこの眼光は、でここもまた有名なとこなんでしょ、なんか韓国で有名なとこらしい、またここも封鎖して貸し切り貸し切りよ、もう貸し切っちゃった、我々みたいに撮るときにそこに気にしない、今今今今今今踊った後どうだったって人通っちゃいましたっていうのは絶対ないから、もう僕らが踊ってみた撮るときに、ね、そうないから周りの人気にしちゃうから、すごいね、荘厳だね、うわーあ、ジェヒョン、ジェヒョン来た、このド・ジェ・ジョンの流れ、ド・ジェ・ジョン、ド・ジェ・ジョンの流れねまさにド・ジェ・ジョン、うわぁ、うわぁ、テオナ、テオナ、テオナ爆発、テオナ爆発、いやドジジョンからのこれはダメだって、これはすごい、銀テヨンよ、銀テヨンよ、このあとこのこれよ、編み込みの尻尾よ、編み込みの尻尾よ、このあとね、このなんだろうな、こう自分 の, あの本国のなんかこうカルチャーもしっかり、でも服装とかもネオというか自分たち解釈で現代に落とし込んでるっていうファッションがすごくいいし、ワイドでノースリーブ、うん、リッチらしさもありつつ本国カバーで、このテヨンのこのリーダーの背中よね、うわっ、
このなんだろう、こうジェとユータこう中にこう向いてさ、こう迎えてるから、はいはいはい、行くぞみたいな感じがすごくいいよね。強そう。ね。強そう。何かって漠然出てこない。でもなんかこう分かるじゃん。男だったらこうなんかこの行くぞ感がすごい。腕的ね。得意やろここ。腕的。ここ何ポジションね。スクービーでもここ大丈夫。いや分からんけど。これいいんだよ、なびくこの左のこれとこの足面といいで、ね、完璧のこのアングル。おおおお、お金かかってます。お金かかってます。お金かかってます。これはこれはお金かかってます。うわっ、あー衣装がね変わったね。うわぁ、ヘチ悪いな。悪いとこ出てるなこれ。やんちゃヘチ、やんちゃだな。やんちゃヘチ、いやー、ね、いいね、大好き。このさ、わかる、こう自分で手持ちの演出がさ、これはリアコ爆発だよ。リアコ殺しでしょ、こんなチェキナー、チェキナー。ジャニー似合うね、こういうのね。ジャニー似合うな。兄貴やっぱ似合うな。さすがシカゴジェントル大男。シカゴジェントル大男。プライベートでもやってるあれは。これはね、もう字が出てるよね。字が出てる。これは確かに。さすが DJ。マック野球コンセプト似合うよ。似合うな、確かに。マック野球コンセプト似合うんだよな。ストリート系似合うな。ね、似合うよな、ここな。さすが北米バックボーン。おー、ユータ。おお、来たおお。うわー、畳みかけてくるね。ね、いやこれ昨日ライブでさ、はい、ヘチとここ一番伸びるとこヘチとドヨンで向かってカーッて、あのドヨンの横側のこのゾーン、このタイムが入って、はい、いやーと思って来ました、来ました、この時間入ってましたみたいな。さすが高音中やな。いや高音中ですから、もうこの時間が楽しみで見てますね。いやここは絶対にデモでも流れないところだから、はいはいはい、いやいや、ここのあのボーカル畳みかけゾーン、ボーカル畳みかけゾーンが来るから、ジェヒョンからね。でこのジェヒョンのこの君臨する時間がね、はいはいはい、あるよね、はいはいはい、もう君臨するだけの時間があるから。ここいいんだよな、バークセンター1回で読んで1回引き上げて、こっからかかってくる。いけ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 、さすが、さすがテイル兄さん、ダブルラッパーからのテイルさんね。もうね、あのジェヒョンを皮切りに、だから2番のあのさ、ラストの俺 NC っていう楽曲で一番好きなの、ラスト終わってからこうグワーって上げてくる時間あるじゃん。歌ダンスブレイクでグワー上げてく時間で、このね、なんだろうな、なんだろう、このおのおのが本領発揮しまくったよね。し、なんだろうな、だから必ずしも全員シャウトするのがいいってことじゃなくて、おのおのがちゃんとやるべき仕事を最大限のその数値でパフォーマンスしてるっていうのすごくいいよね。やっぱすごいっすよ、低音のジェヒョンのやっぱこの皮切りにしたところから、うーちゃん挟んでヘチが軌道を作って、そこにドヨが入ってきて、
まずここなんかこう伸びるところはドリームだったらヘチが行くところ一回ヘチがなんだろうなこう一枚下がるなんだろうなもっとこうオフェンシブな楽曲歌パートでいうオフェンシブなパートをやっぱヘチが行くところやっぱ入り中になるともう一枚下がってもうちょっとこう軌道を作る構築する側に回ってそこにドヨンがこう合流してグワーってこうツインで持っていくで久しくなかった結構AO でもそうだし、うん、2バディでもドヨンが結構ブワーって持ってったりとか、うん、テイルピョンが来てグワー持っていくとこあったけど、うん、ツインでいくのって結構久々だなって、うん、なんかユニバースとかかな、はいはい、見たのはでもブワーってこう2人で持ってくるよりもうわー鳥肌立ってここに休ませない今度はスーパー M2 人マークがこう切り裂いていく切り裂くマークいやここえぐいなでテオが乗ってくここも二人向き合ってこういうゾーンになるんだよ、ね、向き合ってケミストリーを起こしていく時間がすげえあって、はいはいはい、ここをドセンターでバッて切り込んでくるここがいいっすよねいやー上げてくるテイルさん、テイルさん、すごいね。すごいっすね。いやすごいよ。これテイルピョン圧倒でね、もうやばかった。でもこれ昨日のパーティーのやつとかだと、うん、ドヨンがまたバックフォローしちゃう、フォローアップしちゃう。ドヨンがあーって言って、うわー、ドヨチーって言って。ドヨッチスタイルも昨日のは楽しめたし、はい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 、やっぱこの本家のやっぱオリジナルのやっぱ、はいはいはい、テイリさんのやっぱこう伸びる太い音圧のあるこう、いや聞いたね、ここは鳥肌立ったね、ここじゃあもう一回ジェヒョンから続けていくね、ジェヒョン開幕からね、ここからさ、来ますよ来ますよっていうねここよね、ここティーザーでもここは流れてたんだけど、ここね、トゥデビドゥツッツゼピヨンエロここね最高、ああもうここのジェヒョン、ジェヒョン優勝しました、優勝しました、ここ、これよね、これよ、これよ、ズゼビヨン、おーチェックだ、チェックだ、ブンブンできる、ここ最高、ここが一番衝撃だったでしょ、あ、ここも正直あの出た瞬間見たんですけど、ここいいよ、ここいいよ、ゼヒョンで締めるんだ、ここいいよ。あの、スーパースーチェイソンポッシュのそうそう、ジェヒョンラスト締めのパターン、ジェヒョン締めね、いやーよかった、よかった、素晴らしい。あとこの演出の何が憎いかって、これは俺の推測、完全に俺の個人的考察なんだけど、テイルピョンがこう上げるじゃん、うん、これをライトが、これはテイリピョンが乗ってるヘリの明かりがこうみんなを照らしてるんじゃないか、おー、なるほど、憎い演出なんじゃないかって、なるほど、なるほど、見てるぞみたいなさすがムーンテイル、ムーンテイル、さすがムーンテイル、なるほど、みんな踊ってるけどね、そう、はいはいはい、これを照らすのがテイルさんの乗ってるヘリなんじゃないかっていう考察がいいんじゃないかって、なるほど、ってことにしとこうぜって行きましょう、それは、うん、
それはいい考察。これは憎いぜっていう。サイロもそうだけど、やっぱ内側向いてなんかコミュニケートするような演出やっぱ多いな。なんかでそのダンプラ出る前だけど、まあ、昨日そのパフォーマンスを見た時にすげえ向き合ってとか、なんかその割と距離が結構割と近め、だからパートで分散するとかっていうよりも結構その向き合う時間がめっちゃ多かったなと思って、なんかすごいだからこう中内々でこうしっかり作ったものを放出していくみたいなのがすごかったなっていう。あとはやっぱ楽曲自体はあの NCT イリチルだとやっぱここまで結構 BPM そのスピードが速いが音源ってそんなにないんだけど、やっぱすごい速いの来たなと思って、あとはこのアフロビートこういうアフロビートみたいなのに合わせてやる、でやっぱその IS 近場で言うとその ISDJ もかなりこう加速的でスピードパワーみたいな。でまあ、他でいうとうちでいうと例えば S クラスもそうだし、そのもそう、どっちかって言って割と結構やっぱパワー、楽曲の、はい、なんだろうな、しっとり系っていうか、その結構物理炎みたいなこう、エネルギーをこう割と放出する系の楽曲がやっぱ多い中で、こうイリチル噛む場所的にどう出てくるかなと思った時に、はいはいはい、イリチルのやっぱこの真っ向勝負感を俺はすごい、そうそうそう、はい、真っ向勝負してきたね、うん、なんかあえてこうかわすんじゃなくて、はいはい、真っ向勝負してきた中でもこのイリチル的解釈、らしさとアイデンティティをしっかり保ったまま、そのハイビート、はい、こう音圧の強くてピッチのある音源でやってきたなっていうのが、うわーっていう、なんかこう本気を負けないぞっていうか、こうなんかその根性をすごく感じた。だから割と武骨っていうとあれだけど、荒いっていう、なんかそういい荒さが出てるというか、ワイルドさがすごく前面に出たなっていうか、なんかスタンスも広いし、なんかこうアタック取る時もこういう時もこういう感じじゃなくて、ガッガッって当たるし、ヒット多いしみたいな、そのパワーをすげえ感じたな。今回は本気のイリチルを見たなっていう感じが、見てて気持ちいいっすね。ああ、わかる、うん、なんかその、おのおのの得意なとこみたいな、うん、なんかそれ、まさにそれだなと思って、うん、なんか頑張ってる感が本当に ないのに圧が伝わってくるっていう、なんか無理はないんだよね。そうそうそう、無理してないのに、なんかおのおのが得意だからすごい全部いいとこ取りで、なんか見てるだけですごい気持ちいいなと思いましたね。あ、まあ、あと3色あの、ゆうた兄さんがすげえ。三色ゆうた兄さん。いいよね。下ろしたやつとセンターパートと上げたやつ。上げたやつ、ね。そうそう。いろんなゆうた楽しめる。そう、いろんなゆうた楽しめる。そうですね。いや、なんかやっぱ、その、まあ、いろいろ好きなとこあるんですけど、やっぱ1番のサビは低音さん踊って、幕押しなんで、2番のサビは幕のセンターっていう構成もまあ好きだし、あと本当にさっきサビのこう上げていくところ。で言ったもう本当にみんなが持っている最強の武器をみたいな、なんかナルトで言うとラッセンからなんか幻術って体術のやつみたいな、みんなでなんかこう一斉に大きな敵に向かって攻撃するみたいな、なんかあの感じもめちゃくちゃこうイリチルの持ってる最大の武器を生かしつつやってて、で本当にまあ先ほどハイビートみたいなところの話もありましたけど、なんか力強い楽曲が本当最近多い中で、こうイリチルが持ってる音楽性とか世界観とか持ってるダンスの感じ、ラップの感じ、ボーカルの感じもイリチルの世界観に落とし込んで当てるっていうのがやっぱめっちゃ良かったっすね。そこが一番ぶっちゃけむずいんですよ。やっぱ物理、なんか単純に別にできるんだけど、自分たちらしさを失わずに、そのそういったこうなんだろうな、スタイルを変化できるかみたいなっていうのはやっぱりすごく難しいところだと思うんだよな。これ踊り手だけの話で言ってもやっぱそのらしさを失わずに新しいことっていうか、なんかいろんな、 なんか幅をこう聞いたその一番やりやすいところに行かないっていうか、こういろいろ選択肢をこうチョイスしていく、あくまで自分たちのフィルターを通してっていうところはやっぱすごく難しいんじゃないかなっ
ていう、まあ、全然この考察が楽しいんだけど、ね、でもテイルズさんの、ね、考察もそう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 もちろんねメンバーたちの内情もあるし、うんうん、やっぱメンバーみんなの好みとかもあるし、自分たちが思ってて実はこういうのが得意かもしれないけど、うんうん、俺が結構やっぱ聞いててやっぱイリチルはやっぱその結構メロでやっぱ聴かせる楽曲とかがやっぱ比較的多いから、うん、でしょこう早くてやっぱアタックが強い、ポンポンベースも強い、やっぱこううわみたいな、うん、これ新鮮だけどイリチルっぽいし、うん、みたいな、なんかその楽しみがあるよね、うん、らしさをいつものらしさを感じつつも新鮮味を感じて、はい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 、みたいな、なんかだからスッと溶け込むけどなんかみたいな聞き応えもあるし。難しいけどそこの表現がすごいですね、うんうん、あとはやっぱこれをもう一回ねダンプラ出た時により定点でダンスにフューチャーした時にまた見え方が変わる、やっぱこの MV 見て楽曲単今回 MV 楽曲堪能系で、はい、やっぱりそこからダンスにまた絞った時にやっぱ見え方変わってきたから、昨日もやっぱ定点じゃないからやっぱ個人に当たる瞬間もあるから、はい、そう構成とかはやっぱ見えないから、はい、やっぱそこはより楽しみだな、多分すぐ出ると思うから確かにダンプラ見るのまたまたすぐ撮ってっていう感じかな、うん、いやでもすごかった、いやすごかったですね、ほぼミッションインポッシブルみたいな、あそう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 スパイダーマンと掛け合わせてなんかほぼミッションインポッシブルみたいな、最後だってこれステージかと思いきやすげえビルの窓の上で、はい、というわけで今回は NCT127 のファクトチェックミュージックビデオをチェックしてきました、また新しい動画上がったらチェックしていきたいと思います、はい、じゃあシズニア、あなたは、チャンネル登録高評価通知をオンにしてまた次の動画をチェックお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。